ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。もう廃線になってしまった。栗原田園鉄道です。ふるさと納税を申し込んで届きました。栗田ミュージアムというのがあるんですね。今度、行ってみようと思います。早速、箱を開けてみます。横で、ちもちも本人が歌っています。クリデンミュージアムのパンフレットですね。真ん中の車両は、名鉄のレールバスじゃない？一番下の車両は、西武鉄道そっくりですね。お、運転体験ができるみたいですよ。地元だと、近すぎていかないというやつですね。これはキーホルダーが入っていました。細倉マインパーク前駅のキーホルダーです。細倉マインパークは、細倉鉱山跡を利用したテーマパークになっています。夏に行くと、涼しいのでおすすめです。テーマパーク内には、スライダーがあります。スライダーは長いので楽しめます。東北本線の石越駅から、細倉工業所駅まで走っていたんですね。知っているのは、細倉マインパーク前駅までです。ランチとおかバッグは、お弁当を入れるのにちょうどいい形です。中を見てみましょう。お弁当を入れて、クリデンミュージアムに行ってみようと思います。刺繍が KD95 型の機動車ですね。栗の三兄弟ってやつですか。サラサラしてます。タオルハンカチです。このマークは、クリデンマークですね。栗の三兄弟ってやつですか。待ってました。鉄道コレクションです。地元屋が作っている M ゲージのレイアウトで、20メートル級の車両が脱線しやすいので、16メートル級の車両が欲しかったんです。せっかくなので、元地元を走る車両をゲットしました。どっから、どう見ても、西武線でしょうあら。ローカル線って感じです。鉄道コレクションの M ゲージ動力ユニットをくっつけてみましょう。動力ユニットをつける動画は別に出します。この M1 号さんを走らせますよ。くりくりでんでん、くりでんでん。最後に、車両竣工図です。1両線400万円で買えるんですね。今日はここまで。ご視聴ありがとうございました。